どうもすみません。キーンランドカップ出走馬一頭ずつについてしゃべっていこうと思います。右下のところ、地震度 C ということで、全く自信がないです。本命を打ったキングハートが3着以内に来る確率は30%あるかどうかぐらいというふうに感じてます。混戦度 S、これは混戦中の混戦ということで、5回競馬をやったら5回着順が変わるんじゃないかっていうようなメンバーと思ってます。 で難しくしてるのはですねかつて実力があった馬たちの能力が限り始めているということあとは馬場が渋ることでマイナス面が生じるんじゃないかっていうようなそういったような不安がある馬たちも多いんですよね。で「ムーンクエイク」キャンベル・ジュニアこの辺に関しては能力は高く評価してるんですけれどもでも 基本的には 1,400m ぐらいが合うかなっていうような感じでこの右回り、小回りの条件ですねもしかしたらフィットしなくて不器用な部分だとか能力を出せないようなレースになったりだとかそういったようなところが出る可能性はあり得ると思いますねしかもムーンクエイクあたりは5 8 k ロを背負ってますし こういったような筋量がババが悪くなって響くっていうようなそういったような可能性もありうるかなっていうふうに思いますね。そして勢いのある馬たちもしくはこれから成長が期待されるような若い馬たちですね。クリーン・ファンキーダノン・スマッシュツラベスーラ・タマモ・ブリリアンこの辺なんかはタイミング的にはいいんですけれどもでも ババが渋ることによってうちの方も荒れてきたりなんかするともしかしたらタフなレースパワーも必要とするようなレースになる可能性もあってそういった時にパワー負けしないかどうかっていうような不安があってなかなか思いいを打っっったたたりりりていうところは難ししくなりました例えば綺麗なババだったらクリーンファンキーとかこの辺とか内枠引いてましたしごまかしが効く可能性もあるんですけれどもでもババが渋ることによって逆に内枠が。 厳しい競馬ののまれる要素になる可能性もありえますし、まあ、ちょっとその全体的に薄いイメージとか華奢なイメージがあるような馬たちについては多少割り引いて考えたっていうところがありますねでレース展開としてですねどの馬が逃げたそうかというところなんですが大外のオールインワンこの辺なんかは逃げたそうかなっていうふうには思いますねただ この馬もそこまでダッシュが速いというわけではないのでもしかしたら他の実力馬たちが花切ってペースを握るっていうような競馬もありうるかなっていうふうに思ってますんで昼のデイバローはたまに先行できる時ありますのでもしかしたら逃げる可能性はあるかなとは思うんですがまあでもダッシュが速くなくて差し追い込みに回ることが多い馬なんでそんなに可能性としては高くないかなっていうふうに思いますね。 レッツゴドンキー。ードンキーは、まあ、サス競馬に戻して、調子は戻してきたんですけれども、でも、まあ、ここのレースは、もしかしたら、自然と花乱立って、まあ、それで躊躇なくそのまま逃げを選択する可能性はあり得るかなっていうふうに思いますね。他には、ナックビーナスですね。ナックビーナスは、 基本的には好位あたりから先行してスッと抜け出すような競馬が得意なんですけれども他にそんなに逃げ馬が多くない形なんでポンと出してそのまま逃げの形に持っていく可能性はあるかなっていうふうに思いますねまあモレイラ騎手は腹くくってそういったような積極的な競馬をするときもありますんでこの辺も生きうるかなっていうような感じであとはキャンベル・ジュニアとか玉もブリリアンまあこの辺は すす可能性が高いいいかなっていう,ふうに思いますねそこまでダッシュも早くはないんで他の馬たちがダッシュがつかなければっていうような程度で考えてますね。で、もしオールインワンあたりが逃げた場合ですねその場合だとやっぱりパワー的にはですねここのメンバー相手だとちょっと劣るんですよねすごくオールインワンは出来がいいので切りの動きがすごく良かったんで前走のようなことはないと思いますんで あまりにもマイペースで楽な競馬をしたら残る可能性はあるとは思うんですがただオールインワンが逃げれたとしても馬場だとかメンバーを考えるとそう簡単には粘れないかもなっていうふうに考えると先行馬たちがそんなに楽な競馬ができないか,かなっていうふうにイメージが出てきてそれでその先行馬たちが早めにうちの方から手応えが悪くなるっていうようなそういったようなレース展開をイメージすると 差し追いいいい込みも効くんじゃななかうううようなそういったようなイメージですねただ馬場が渋ると切れ味も削がれるっていうようなところがありますんで直線を向いた時点であまりにも後ろにいるような馬っていうのは苦しくなる可能性が高いかなっていうふうに見ていて追い込み競馬をするにしても4コーナーの時点ではある程度射程圏内に入れてるもしくは勢いつけて回ってきてるだとかそういったような乗り方ができてないとっていうようなそういったような。 形になる可能性は高いかなっていう風に見てます。それではうちの方から1頭ずついきます。クリーンファンキー。クリーンファンキーは結構器用なタイプで内枠だとうちの方で足を貯めたり、前に壁を作りながら回ってきて、スッと抜け出すっていうのはそういったような器用なごまかすような競馬が得意なタイプかなっていう風に感じてますので。 パンパンの両馬場だったら楽しみはあったかなっていうふうには思うんですけれども馬場がしるとやっぱりその分コーナーから足を使わされたりだとかスムーズに楽に回ってこれない可能性が高まってくるかなっていうふうに見ていてもしクリーンファンキーがオモババの鬼だったりだとかすごくうまいっていうことだったら構想する可能性はあるんですけれども。 まあこのメンバーで馬場が悪くなると、まあ、内枠でごまかすっていうことがしやすい展開になる可能性は低いんじゃないかなっていうふうに見て今回は無印っていうような形ですねもちろん武豊騎手は怖いんですけれどもごまかすことが難しいような冷戦下になったらどうにもならないのでっていうようなところですねスター・オブ・ペルシャスター・オブ・ペルシャはですね 新潟で勝った時あの時なんか本当に馬が良くなってて上り調子だなっていうふうに感じたんですけれどもその後の2戦ですね東京でのレースと関谷記念ちょっと内田騎手がですね強引な雑な競馬をやりすぎてそれで全然意味のない競馬をしちゃったんですよね足がたまらない競馬をしちゃったっていうようなところがあってああいう競馬を続けちゃうと馬っていうのは気持ちが切れちゃうことが多いんですよね。 で今回追い切りを見た感じだと走り自体は悪くはないですし馬体なんか見ててもそんなに悪くは見えないんですけれども細かいところを言うと一瞬の動きが遅かったりだとか集中力を欠くようなただ走ってるだけっていうような感じに見えるんですよね。ですからなんかその力が溜め込まれてるっていうような感じの走りではなくて物足りない。 動き物足りない雰囲気っていうのが今回の「スタ・ーオブ・ペルシア」かなっていうような感じなんですよね。ですからやっぱりその勢いのあった時に余計なことをせずに差し追い込みに回って前に壁を作りながら足を貯めて回ってきて広いところに出すっていうそういったような競馬をしてくれてればこのまま重傷で十分チャンスがある馬でしたんでちょっと一旦このまの 加工気味の流れがが来たかなというところが残念ですね期待してた馬なんですけれどももしかしたらこれを機にガタッと調子が戻らずに馬が潰れちゃう可能性もありますんでその辺なんかはちょっと不安ですねまた何とか持ち直してほしいなっていうふうに思いますねでも今回はですねとにかくその上手にですね貯めて爆発素足を爆発させるっていうようなそういったようなイメージは湧かない追い切りではあったんですけれども 1200m っていう短い距離でのワンペースの競馬でしかも小回りですんでその分ペースがワンペース気味になればなるほど意外と能力さえあれば競馬しやすいところもありますのでスタオブペルシャがもし流れの中でいいポジションからこのまま能力を活かせるような競馬ができたら上位に食い込んでもおかしくはないとは思います。ただ ちょっとでも難しくなるとそれに対応できるだけの今の充実っぷりは感じないっていうところがありますね。昼のデイバロー昼のデイバローについては何度も言ってるんですけれどもダートを走らせた方が早く重傷を勝ててただろうなっていうようなところがあって芝で構想することがあってそれで芝にこだわってしまってるっていうようなところがあって勝ちきれないレースが続いてるっていうような感じだと思いますね。 でも芝が悪いということはないですし芝もいいんですよねただやっぱり芝だともっと速い馬だとかもっと瞬発力がある馬だとかそういったような馬たちがいてこの昼のデーバローに関してはそういう馬たちが能力を出しきれない時に昼のデーバローがはまった時に勝ち負けまで持ち込むっていうようなレースが多いかなっていうような感じですねですから展開の助けがいるタイプの差し馬っていうようなイメージを持っておいた方がいいと思いますね。 まあただ今回はですね不安要素の多い馬たちが多くて自滅しそうな馬も結構多いんですよね。この「昼のデーバロー」のいいところっていうのは足さえたまれば競馬に行って勝負根性を発揮して力を出すっていうようなところがあってこういうふうに安定性が高い形で自分の力を出せる馬っていうのはその強みがあるんですよね。自分のの力を出していればそううちうまく、 チャンスが来る可能性もありますんでそういった意味で今回内枠も引きましたしコー的にババが渋ってもある程度こなせるタイプの馬ということで他の馬たちが自滅してくれたりしてくれれば十分勝ち切ってもおかしくはないかなっていうふうに思いますねただどんな展開でも自力で差し込むだけの切れる足があるかというとそこまでの瞬発力はないので本命にするにしてもある程度ギャンブル性は高くなるかなっていうふうに感じてますね まあでも今回のメンバーだと、まあ、上位5頭には入るかなっていう風に感じてますし本命にしてもいい馬の1頭ではあると思いますね。ペイシャフェリシタ。ペイシャフェリシタはですね、まあここ2戦ぐらいで調子を崩したかなっていうような感じがあってなんか馬が硬くなったような感じですね。まあ、筋肉の質なんかもちょっと硬く見えるようなところがあるんですけれども まあ調子の良かった時っていうのは多少雑に乗ってもしっかりと最後まで走るそういったような充実っぷりがあったんですけれども今は本当にうまく足が溜まってリズムよく回ってきて直線を向けなければっていうようなイメージなんですよねですから今回はある程度そういったようなこの馬の競馬がはまらないとっていうようなところはあると思いますね、まあ、でも 1200m 右回りということでペースが流れやすいコースでもありますし そういった意味で能力の高い馬ですすでししてもおかしくはないいと思いますそれで今回いいのはですねコースで追い切ったっていうような感じなんで、まあ、このまま販路で追い切ることが多くて販路っていうのはですね後ろの脚力だとかそういったようなものが強まったりはするんですけれども馬体全体体全体の回転ですね回転の速さだとかさばきの速さっていうことに関しては コースで追い切った方がいい方向に向くことが多くてちょっと最近ペーシャ・ウェリシタはそのさきだとかそういったところに関しても不安があるような作りでもありましたんで今回コースで追い切ったことによって変わり身が出る可能性もありえますんでたるしてもありますしあまりノーマークにはできないかなっていうふうには思いますね、まあ、ただ両馬場だったらもうちょっと期待できたんですけれども馬場が悪くなるとやっぱりその分 長く足を使えたりだとか自力だとかいろいろと求められる部分が増えてきますんでそれで割り引いたっていうところはありますねムーンクエイクムーンクエイクはまあさっきも言った通り基本的には1004ぐらいがいいかなっていうような感じでこの右回り 1200m っていうような条件で5 8キロ筋量が重いので がが渋っていいるる分その筋量が響く可能性はあるかなっていう,ふうに思いますねでも追い切りの動き良かったですしとにかくこの馬は道中はですね結構スピードありますんでついていける可能性が高いと思うんですけれどもちょっと追い出してですね4コーナーから直線追い出して加速するまでに時間がかかるところがあってそういったような動きが大きい。 大飛びなところがあるんですよねですから4コーナー前後のところいかにスムーズに加速できるかスムーズに進路が取れるかっていうところが鍵でそれが問題ないような競馬ができた場合だと普通に勝ってもおかしくないかなっていうふうに思うぐらいの力のある馬ですしでもやっぱりその不安要素がある以上。 あとは条件がそんなに合わないっていうことを考えるとちょっと本命を打ち切れなかったっていうようなところがあってこの間に関しては最後まで本命を迷いましたんで結果としてムーンクエイクにしとけばよかったっていうような結果になる可能性は普通にあると思いますね。劣合ドンキ劣合ドンキはここ1年ぐらいでバネがだんだんとなくなってきて瞬発力が衰えてますね。 多分筋肉の質が硬くなっちゃったりとかしてるんだと思いますね。でも能力自体はそんなには落ちてなくてですから高松の宮記念みたいな感じで馬場が渋り気味でタフな中でハイペース気味ああいったような流れになるとこの馬の能力とかしぶとさっていうところが生きるっていうような感じだと思いますね。まあ、どちらかというと今はダートの方がチャンスがあるかなっていう風に感じてて フェブラリース X なんかすごいいい走りをしてて直線で慌てて内へ切り込むっていうようなそういったような進路取りのミスがなければスムーズに外に出してでももうちょっと着差が縮まってましたんでそういった意味でダートの方が現状では走りやすいようなところはあると思いますね芝だとですね短距離だとそのワンペース気味になりやすかったりだとかしますんでそんなには問題ないんですけれどもマイルぐらいとか距離が伸びてしまうと 瞬発力で劣る部分だとか、そういったところがかなり目立つようになってきたかなっていうような感じですね。で、今回は短距離で右回りの小回りですんで、しかも用芝力のいるババで、さらにババが渋る雨が降るっていうことを考えると、今の列号ドンキでも十分生存できる条件ではあるかなっていうふうには思うんですけれども、でも今回もしかしたら一番人気になるかもしれないぐらいそんな感じなんですよね。 となると、買い時かというと、僕はあんまり妙味は湧かないなっていうふうに感じてますし、そこまで信頼できる馬ではないと思います。まあ、その、逃げたりだとか、前目の方からしぶとさを生かすような競馬だと、構想できるかもしれないんですが、まあ、その競馬でも、今のレッツゴードンキーだと、楽をさせてもらえないとっていうようなイメージなんですよね。ととにかくやっぱり 能力的なものは衰えているかなっていうような感じがあって今回追い切り映像はですねちょっとキャンターみたいな遅い状況ではあったんですけれどもそこで体つきとか筋肉のつき方なんか見ててもやっぱり足の筋肉なんか見てても衰えてるなっていうような感じがありますんでそういった意味で、まあ、今回は人気を考えると。 馬券圏内に来たら来たで割り切れる人気ではあるかなっていう風に感じてますね。ダノンスマッシュ。ダノンスマッシュは前走函館芝 1200m 準オープンのレースで圧勝しましたね。まあ、元々この馬は重傷でも僕は期待してた。馬でそういった中でなんかうまく足がたまらなかったりだとか、ちぐはぐな競馬が続いて能力を出し切れないレースが多かったんですよね。あとは。 あんまり左回りがいいタイプではないので NHK マイルあたりとかあの辺なんか条件も合わなかったかなっていうような感じでこのダノンスマッシュは多分右回りの1004ぐらいがベストかなっていうような感じの馬ですねで 1200m これに関してはですね例えば相手関係が楽だったりだとかあとはレースの質が足を貯めて素足を生かすような競馬がはまりやすい競馬だったら 1200m でもいいかなっていうような感じがあって前走の準オープンのレースに関しては相手関係が楽だったですしあとはばらけるような展開で3番手からスムーズに競馬ががでできたというようよなところがあるんですよねですから 1200m がベストとは言えない馬ではあると思いますんでこれだけメンバーが揃った中で簡単に競馬をさせてもらえるかっていうようなところなんですよね。 まだ3ササバーですしちょっとそのイメージとしてはまだパワーでは多少劣るかなっていうようなそういったような華奢なイメージもあるまですんでうまく足が溜まってスムーズに楽な進路を取れるかっていうところが鍵だと思いますねまあでも今回の追いの動きを見てたら、まあ、これぐらいのメンバーだったら足りてもおかしくないかなっていうふうに感じてますし まあ変にその強気に外を回りすぎたりだとか強気に前に行きすぎたりだとかそういったようなことをしなければ中段あたりで足を溜めてそれで良きタイミングに広いところに出すそういったような乗り方ができれば僕は勝ってもおかしくないと思ってますんでそういった意味で3番手の評価穴馬候補っていうような感じにしました北村雄一騎手はもう今やローカルの方では 一一番頼りになるジョッキーの一人ですし差し追い込みに関してはかなり安定性が高いジョッキーでもありますんでまあそういった意味でジョッキーも魅力がありますし5 3キロ本命にしてもいいかなっていうふうに思うぐらいのコンビですね。デアレガーロデアレガーロはですね前走のモレイラ騎手が乗ったレースに関しては 4コーナーで一気にまくっていくようなそういったような強引な競馬をしたんですよねあの競馬っていうのはですね結構中距離ではハマることが多くて函館とか札幌では有効だったりもしますしモレイラキシもその形でよくハマるような競馬を作ってるんですけれどもでもあのレースに関してはですねちょっと強引すぎたかなっていうような感じで直線勝負にしてれば もっと切れる足を使えたいかなっていうのはそういったような競馬なんですよねですからデアレガルド自体はですね溜めればもう少し切れる足が使えるっていう風にイメージしてもいいと思いますね、まあ、モレーラ騎手はまあ、前走はたまたまそのはまらなかったっていうだけであってああいう競馬で高奇情も繰り返してますしモレーラ騎手は強引な競馬だけじゃなくて落ち着いて待つっていうような競馬もやりますしそういった中で ちょっと前奏はっていうような感じだったと思いますね。まあ、メでもそういったようなことはあるっていうような感じで、まあ、その辺に関してはやっぱりルメール騎手の方が安定性という意味では日本の競馬に慣れてて高かったりはするんですけれども、モレイラ騎手に関しては、そういったような強引な競馬がたまにはまらないときが目立つかなっていうような感じはありますね。です,ですから、デアレガロルの前奏に関してはそんなに気にするような敗戦でもないかなっていうような感じでですねでもちょっとここに来てですね。 バタイ全体のバランスが良くなったりパワーアップはしてるんですけれども以前ほどは切れる足を使えなくなってきてるかなっていうようなイメージもあってまあ足は使えるにしてもそれなりっていうような感じですんでやっぱりここのメンバーに入るとはまらないとっていうような感じはありますねまあでもこの右回り 1200m 力のいる馬場っていうような条件合う馬ですし 横山のリード力士も名手ではありますし結構足を貯める意識の高いジョッキーですんでそういった意味で中段もしくは中段よりも後ろ辺りで足を貯めて直線勝負っていうような競馬ができれば鮮やかに勝ってもおかしくないそういったような馬ではあると思いますねまあでも横山のリード力士はちょっとわからないところがあってたまに変に 前に行かせて足がたまらないようなちぐはぐな競馬をしたりする時もありますんで、まあ、ジョッキーとしてもギャンブル性は高いところがありますんで、そういった意味で本命までは打ち切れなかったっていう部分はありますね。まあ、でも単純な馬の能力でいくと、ここでは上位5、6頭に入っていると思いますし、十分チャンスのある馬だと思いますね。T ハーフ。T ハーフはですね、函館の重賞を勝ったことがありますし、その時っていうのは、 後方からまくっていくような形でね早めにまくっていって一気に外から差し切るというような競馬だったんですけれども、まあ、その競馬っていうのは前の馬たちが潰れるようなレース展開の中でどこまりしたかなっていうような感じがあって逆に前走ですね函館スプリントステークスその時ティーハーフは外を回って早めに動いたんですけれどもその時っていうのは前が止まらない展開なんですよね。要するに レース展開によって背足が不発になるっていうようなタイプの典型で自力で差し切るだけの切れる足がないタイプの追い込み馬っていうような感じですね。で足を貯めて差し切るような競馬も京都の方でこの間したんですけれどもまあでもメンバー的にちょっと楽でしたし展開的にもハマったかなっていうような感じがあって、まあ、そこまでのいい足を使ったわけでもないですしやっぱり。 はままらなないいいととってううようなタイプの馬だと思いますねでも力のいる馬場は合いますしもし前の方が潰れてくれるような展開になったらこういったような外を回りたがるような回った方がいいようなタイプの馬っていうのははまる可能性がありますんでそういった意味で人気ももなないんで抑えておい,てもいいかなっていいいでえてておかうに思いますねあとは国分優作騎手についても何度か話したんですけれども若手ジョッキーの中で過小評価されているジョッキーの一人ですね オエルジョッキーでして直線追うことに関してはすでに日本人ジョッキーでベスト5に入るかなっていうぐらいオエルジョッキーですしその国分優作騎手の騎乗っぷりがはまる可能性もあり得るかなっていうふうに思いますねまあ実際にティーハーフで函館で重賞を勝った時は国分優作騎手の腕もあってっていうような感じでしたんでっていうようなところですねキングハートキングハートについてはとにかく 能力はあるんですけれどもちょっとそのうまくかみ合ってはまらなければっていうような感じの差し馬ですねですから飛びが大きくてですね加速するのに時間がかかったりなんかしますんで4コナ前後スムーズにいかなかった時っていうのは足を余すようなレースが目立つような感じがありますしあとはちょっとずぶくて追わせるようなところがありますんでそういった意味で 今までのジョッキーよりかはフォーリー機種に変わるっていうのはだいぶいいと思いますね。フォーリー機種は日本で短期免許で乗ってますんである程度分かっててそんなにはうまくはないですね。やっぱりモレイラ機種ルメール機種ミルコデムル機種その辺と比べると劣るんですけれどもでもやっぱり技術的なものですね馬を動かす技術に関しては世界でも一流ジョッキーの一人ではあると思いますしそういった意味でうまく位置取り りいろんなものがかみ合えばキングハートのエンジンですね直線での伸びが違ってくる可能性はあり得るかなっていうふうに思いますねでこのキングハートは前走函館スプリントステークスを使った時っていうのはマイナス20キロぐらいですかね相当馬体が減ってまして、まあ、あれはさすがに減りすぎですね、まあ、後ろの方もちょっと寂しく感じましたし前の肩の でというか前足の出方なんかもただバタバタしてるだけでスムーズに力強く歩けてないっていうような状態でまあ,あれは完全に仕上げに失敗したかなっていうような感じの細さっていうような感じでしたね。で開いたような状態でしたんで今回は馬体を戻そうっていうような意識が高いでしょうしそういった意味であまり調教もやりすぎないでしょうしそういったような調整だと比較的信頼しやすいかなっていうふうに思いますね。で 追い切りを見た感じでも確実に良くなってるかなっていうような感じがありますし追い切った後に疲れが出てガタッとくるとかさえなければ前走以上の仕上がりにはなると思いますねで馬場に関してはですねあんまりその主不良馬場がプラスに向くタイプかというとそうではなくて主不良馬場がすごくうまくて びっくりりすすするるよよううなな走りをするタイプでではないと思うんですよねただこなせることはこなせるタイプの馬ですんで他の馬たちが苦にしたりだとかあとは馬場が渋ることによって先個馬たちが止まるような展開になるとこの馬としては乗りやすくなるかなっていうようなところがあって僕はどちらかというと今回渋ることに関してはプラスに向く可能性の方が高いかなっていうふうに見てますね。ナナックビーナス ナックビーナスの前走函館スプリントステークスの時っていうのはちょっと出来が落ちてましていつもよりもバネがなかったですしあとは後ろのさばきなんかもちょっと硬かったんですよねそういったような出来が落ちている中で正攻法の競馬で三着に粘りましたんであの辺なんかはこの間の自力を感じましたこのまは器用なタイプで右回り小回り条件があってスッ、まあ、と立ち回って スッと抜け出すっていいううううのはそういったような競馬が合うんですよねですから今回も条件は合うっちゃ合うんですがババがしぶるんですよ、ね、このま,まそれなりにはアメババはこなすとは思うんですけれどもでもあんまり上滑りしたりだとか飲めるようなババはいいイメージが湧かないタイプというか、まあ、ちょっと走り方なんか見てみたら後ろは後ろでしっかりと地面を捉えるような感じで走りますし。 前は前で書き込みが力強いような感じがありますしいいんですけれどもただ前後がですねうまく連動してるっていうようなそういったような前後の動きがバランスよく使えてるっていうような体全体をバランスよく使えてるっていうような感じのイメージが湧かない走りでもあるんですよね。でこういったような前後が多少バラバラ見えるようなタイプっていうのはのめったりだとか滑ったりだとかした時に ちょっと無駄に足を使ったりだとか伸びあぐねたりだとかそういったような可能性もありうるかなっていうふうには感じてますそれでもこの馬は渋った馬場でもそれなりに走ってきた実績がありますしモレイレ騎士が乗るプラスアルファを考えるとそこまで気にする必要はないかなっていうふうに思いますんでもっと重い印を打つ人がいても僕はおかしいとは思わないですねそれに先行できるっていう強みがありますんで まあ先行できるということはその分マイペースで競馬をしやすいっていうところがあってマイペースで競馬ができると馬場がそんなに響かないっていうようなそういったような可能性もありますんでまあ普通に構想してもおかしくはないとは思うんですけれどもただやっぱり他の馬たちと比べて不安要素が多かったりだとか人気してるっていうことを考えるとちょっと割り引いて考えたっていうところはありますねトゥラベスーラ トラベスーラーはですね、まあ、新設住所の青いステックスササンサイバー同士の1200の京都の重傷ですね後方から1頭だけ追い込んで3着に来たっていう内容としてはすごく良かったですねただ福永騎手がですね落ち着いて乗って直線まで足を溜めに溜めて直線でも落ち着いて外に出してから最高の騎乗をしたかなっていうような感じがありますんで もし波の騎手が乗ってコーナーから焦って前残りの馬場を気にして早仕掛けをしてしまったら空いたような競馬はまずできないんですよね。ですから福永騎手の高奇情あっての3着でもありましたし、まあ、その足に関してもあそこのメンバーだからこそ目立ったっていうところもあってすぐに小馬相手で中心しできるほどの力があるっていうような印象は受けてないですね。でこのまちょっと薄いイメージがあってちょっと華奢なイメージがあって。 そういった意味でもしタフなレース展開になった場合だとどこまで対応できるかっていうような不安がありますね。まあその分割り引いて考えたっていうところはあるんですがでもこの馬ですね馬体の雰囲気だとかあとは今のその馬から感じる覇気っていうものはですねすごくいいんですよね。ですから素質はあると思いますし まあこの馬、その、きゃに見えるとは言っても、多分、早熟気味の馬だと思うんですよね。ですから、今のこの馬体の感じっていうのは、今のトゥラベスーラなりの良い形だと思うんですよね。そういった意味で、まあ、53キロの軽ハンデを生かして、直線向くまで足が溜まるような競馬ができた場合だと、この馬、競馬に行っていい。 根性を発揮する可能性もあると思いますのでそういったような怖さはある中での絞っての無印っていうような形ですんで手広くだったら抑えた方がいいかなっていうふうに思ってますキャンベルジュニアキャンベルジュニアは条件場の時から素質が目立ってまして重傷は勝つだろうなっていうふうに思ってたんですけれどもちょっとまだ重傷は勝ててないですね一時期調子を崩してた時期もありましたし 調子のいい時であっても展開の綾で負けたり他の馬がもっといい競馬をしたりっていうようなそういったような不運もあってなかなか勝てなかっただけでもう能力的には重賞勝ち馬と同じぐらいっていうような感じでいいと思いますね。でこの馬は1004とか1006を走る馬ですんで基本的には長い距離を走る馬の方が短距離馬よりもスケールが大きくて能力的に 高いい馬が多いんですよねですからマイル先生の馬がこういうふうに距離短縮して1,200の重傷を使うということはプラスに向くことが多いですしやっぱり横の比較でいくと馬体面だとかその辺に関してはキャンベル・ジュニアとかムーン・クエイクとか距離が持つ馬の方が目立つようなところはあると思いますね。それでもやっぱりりり 1200m 右回り小回小という条件はその条件への適性っていうところも問われますんで。 基本的にはもうちょっと距離が長い方がいいキャンベル・ジュニアということですんでこの条件にフィットするかっていうような不安はありますねでこのキャンベル・ジュニアっていうまあ大飛びでしてそれでまあちょっと外を回りすぎるとロスが大きすぎて伸びあぐねる可能性もあるそういったような危険性もありますんでまあうまくミルコ・デムーロクシが足をためながら回ってこれるかっていうようなところですね で、さらに僕はちょっと割り引いて考えた理由っていうのは、このまあんまりアメパパは良くないんですよね。上滑りしたり飲めるパパがいいとは言えないような馬ですんで、両パパだったらもうちょっと重い印を打ったんですけれども、でも、パパが渋るということを考えると少し割り引いて考えたっていうところはありますね。まあ、それでも、全くパパをこなせないっていうような馬でもないので、能力的なことを考えると、 スムーズにこのままの能力が生きるような競馬ができた場合だと勝ち負けしてもおかしくないんで、まあ、普通に手を伸ばすんだったら抑えておく必要はあるかなっていうふうに思ってますね。玉モブリリアン玉モブリリアンは、まあ、ちょっと重症のメンバーになると劣るかなっていうような感じがあってこのままあ、そこまでスピードでグイグイいくようなタイプでもないですし かといって足をためてもそこまでの切れる足がないっていうような感じの馬で、まあ、バランスはいい馬なんですけれどもちょっと相手なりに走れるっていうような感じはないっていうようなイメージですねでも前走福島の方で馬の方が変わってきててプラス体重で確実によくなってましたんで、まあ、前走の出来をキープできていればここのメンバーでも楽な競馬ができた場合だと無視はできないかなっていうふうに思いますね。ちょっと 追い切り映像がないんで敵の方はわからないんですけれどもでも前目の方からスムーズな競馬ができてできればっていうような感じでありますねでもババが渋ることに関してはプラスに向く可能性は低いかなっていう風うに見ていて他の後続の馬たちがババを気にしてくれればっていうような程度で考えてますんでタマモ,モブリリアン自体がババを気にして能力を出せない可能性は普通にあると思いますねあとはちょっと がが復帰してからずっと調子が悪いんですよねですからその辺に関してもあんまり雪の合い下ろす雪の合い下ろすは全然人気がないですし高齢馬なんですけれどもでもこの馬結構追い込む形でハマったら怖いところはある馬で能力的には十分足りる馬なんですよね前走のオープン特別の時っていうのは前さえスムーズに相手加速できてればっていうような感じの競馬で 4コーナーから直線向いたところで前に壁があってそれでブレーキをかけてしまってあの形になるとこの馬は苦しいんですよねあそこからビュンと伸びるようなタイプだったらいいんですけれどもこの馬はどうしても後方から追い込んでじりじりと足を使うっていうような感じの馬ですんでそういった意味で展開がはまるかということあとはこの馬自体がスムーズに加速できるかっていうところが重要なんですよねでここのメンバーでもどハマりしたら あるかなっていうふうに思うんですが、ただ馬場が絞りますんでその点に関してはこの馬自体はプラスではないかなっていうふうに思いますんで他の馬たちが馬場を苦にしてくれればっていうような程度で考えてますねあとは追い切りを見た感じだとちょっと仕上げすぎかなっていうような感じ見えなくもなくてなんか絞りすぎた感じというか もうちょっとふっくらしてもいいのになっていうような感じ見えるところがありますんで追い切った後にガタッときてる可能性もありる,るかなっていうふうに感じますんで、まあ、その点の不安もあって印を落としたんですがただ全く人気がないので100円でも抑えれるんだったらっていうような感じで抑えに回しましたオールインワンオールインワンはですね前走は逃げてばったりっていうような感じですね 馬場のいい中の札幌で空いたような競馬で逃げ,逃げることができてた中でっていうようなことですんでちょっと物足りなかったんですけれどもでもその時の馬体はですねあんまりよくなかったですね敵の方が良くなくてちょっと調子を崩してたんじゃないかなっていうふうに思います。で今回追い切りを見た感じだと本当に躍動感のある走り集中力のある走りですね。 すすごくいい動きをしてたんですよね、まあ、これだったら前走とは全然違う走りができるかなっていうふうに思いますし条件戦で勝った時なんかはやっぱりマイペースで競馬させたら怖いなっていうような感じの競馬をしてましたんで、まあ、今回もし刃の切れて網膜ーーで楽な競馬ができた場合だと土崎騎手でもありますし粘り込んでもおかしくはないと思いますね。まあ、ただ馬場が渋ることに関しては 前に行ける馬だからこそその馬場が渋るところを有利に持っていける可能性はあるっちゃあるんですけれどもでもこの馬自体走りに関しては両馬場の方が良かったかなっていうような感じですんで、まあ、そういった意味でもしかしたら直線向いた時点で手応えが良くないっていうようなそういったような競馬になる可能性も普通にあるかなっていうようなところですね、まあ、手広くだったら今回は押さえておいた方がいいかなっていうような感じの評価になりました。 最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれども本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんでキングハートの副賞は買います、まあ、キングハート多分人気がないので単、まあ、賞もちょろっと100円200円でも抑えておこうかなっていうふうに思いますし副賞に関してはですねやっぱりその相手が絞りづらい大混戦ということですんで副賞で回収率を上げるっていうところをまず大前提にいきたいかなっていうふうに思いますね。 でまあ、生まれに関しては、まあ、手広くいっても全然つくと思いますんでいいんですけれどもまあでもキングハート自体が馬券圏,圏内に来る確率が低いのでそれだったらそこまで広く買ってもあんまり意味がないかなっていうふうに思いますし外れた時の怪我を考えると下の印のところでつけてる馬たちでっていうような感じでいこうと思います。まあ、劣後ドンキに関しては 大煙をするんだったら消してみる手もありかなっていうふうには思うんですが、まあでも、やっぱり自力のあるまでしてそこまで自信を持って消せるっていうような感じでもないので、劣ドンキも買っておこうと思います。まあ、生まれに関しては本当に100円ずつ流すっていうような感じに近いかなっていうふうに思いますね。まあでもちょっと、ムーンクエイクとダノンスマッシュとデアレガーロとぐらいですね。 あ,あとは昼のデイバローですねこの4頭に関してはちょっと本命にしたかったぐらいの馬たちですんでここは多少気持ち集めに行こうかなっていうふうに思いますしちょっとでも足しになればっていうことでこの4頭100円ずつでもワイド流しておこうかなっていうふうに思いますねとにかく今回は大混戦ですんで皆さんはどの馬から入っても面白いレースですんでお好きな馬を選んでっていうような形でいいと思いますね 以上です。吉本興業 ABCDEU 加減という組の東野昴と申します。失礼します。